一つ一つを訪ね、記録するシリーズ、戦跡を歩くです。今日は、南風原町にある召し上げの道と呼ばれる道です。陸軍病院号での看護に動員された女学生たちが、砲弾が飛び交う中、近くの集落で作られた食事や水を壕に運んだこの道を、今、どのように保存するのかという問題が議論を呼んでいます。医学者の報告です。南風原町の陸軍病院号です。小高い丘に30余りの人工の号が掘られ、最も多い時には負傷した兵士を2000人以上収容していたとされています。戦後は放置されて荒れ果てていた時期もありましたが、戦跡としては全国に先駆けて町が文化財に指定して一般公開されています。病院号に動員された締め売り学徒隊の一人、諏訪湖久さんです。諏訪湖さんが当時毎日のように通った召し上げの道と呼ばれる道です。でもこんな不相当してなかったです。なんとかあちこち卵落ちて、枯れ、なんていうんですかね、枝、葉っぱみんな飛ばされてるから石もボロボロしてるし土もデコボコだし、雨降りの後なんかもうまた水滑ったりなんかするし、諏訪湖さんたちはこの召し上げの道を通って丘を越え、麓の集落から兵士たちの食事や飲み水を壕まで運びました。縄をこうつけて、棒に担いで通して、二人で担いでいくんですけどね。これ雨降りなんかの時には道は滑るし、階段登るところなんかですね、もう坂になってますでしょ。前の人は下ろして、後ろの人は上げて、それが平均が取れなくてですね、大変苦労したんですけど。その子さんたちが動員された直後、アメリカ軍が沖縄本島に上陸し、戦争は日に日に激しくなっていきました。当時まだ17歳だった諏訪湖さん。昼間は兵士たちの看護に追われ、夜になるとアメリカ軍の砲弾をかいくぐって、西上げの道を往復しました。西上げに行くときには、大体もう9時か10時ごろ、棒出るんですよ。そして向こうに着いても帰るまでにはまた1時間ぐらいかかりますから、その間が一番怖かったですね。もしかどうしてか夜もずっと卵を落ちましたね。だからもう早く行かなければ、走らなければですね、行くという、もう無我夢中ですね。本当にああいうのが無我夢中というんですよね。とにかく目的地に向かって行くというような状態で、もう帰ってきたときに、ああ、生きてるっていうのはね、もうなんかとっても、重い下ろした、なんて気持ちですかね、あれは、本当に。ああ、今日生きてるっていう感じで、今生きてるっていうんですかね、そんな。かつて、諏訪湖さんたちが必死の思いで駆け抜けた召し上げの道。現在、その一部は遊歩道として整備され、戦争当時を追体験できる場所として、病院号とともに平和学習などに利用されています。戦跡を活用する、いわば先駆けとなってきたこの場所で、今、課題が浮上しています。町が建設を進めてきた公民館が10月に完成するのに合わせて、集落につながる場所を埋め立ててかさ上げし、駐車場を整備することを検討しているのです。この場所が埋め立てられると、かつて諏訪湖さんたちが通ったように病院号から集落まで歩くことはできなくなります。道のすべてがかつてのまま残っているわけではありませんが、諏訪湖さんは保存してほしいと考えています。思い出しますね。面影ありますね。この道がね、まずあるからではあるけど、
郷から集落までの道のりを実際に歩くことで、当時の様子を考えるきっかけになるといいます。あの辺でもう埋められてしまったら、部落に行く道筋っていうのがね、ちょっとなくなるから、大事なのは一番もう召し上げする、その水地場なのね、そこまで行くまで、途中までは道があって、目的地のつかないうちにね、そこで道が消えてしまったっていうのは、ちょっと惜しいですね。まあ、私が行ってないが伝えられるけど。いなくなってしまったら物が語るわけですからね、そこ場所が語るわけだから、なるべく残しておきたいけど、それがね、戦争だけは絶対もうやってもらいたくないっていう、それを伝えるためにはね、どうしても残しておきたいってありますね。当時の女学生たちが日々死の恐怖を感じながら駆け抜けた西上げの道、戦跡を保存する意義をどう考えるのかという課題を浮き彫りにしています。で、この召し上げの道については津波子さんなど学徒の人たちだけでなく、榛原町の文化財保護委員会の専門家などからも保存を求める声が上がっていることから、町では現在計画の見直しも含めて今後の対応を検討しているということです。シリーズ戦跡を歩くをお伝えしました。